サイバー攻撃も日米安保の対象、日米安全保障協議2プラス2で、昨日、日米の外務大臣と防衛大臣が会談を行いました。こちら、日米安全保障協議2プラス2となってるんですが、こちら外務省が公表した協議の内容、簡単にご紹介していきます。 4閣僚は、インド太平洋地域の安全保障環境について、率直な意見交換を行い、東シナ海及び南シナ海における現状を変更しようとする一方的かつ威圧的な試みに関し、深刻な懸念及び強い反対の意を表明した。こちら、中国の侵略行為に対して、さらにですね、強い表現で警告が行われております。また、 4閣僚は東シナ海の平和と安定の確保のために共同する決意を再確認するとともに、日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されることおよび両国は同諸島に対する日本の姿勢を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対することを再確認したと。さらに4閣僚は領域教団、 クロスドメイン作戦のための協力の重要性を強調した。四閣僚は宇宙関連能力にかかる協力を深めることを確認し、日本によるディープスペースレーダーの開発や、日本の準天頂衛星へのアメリカの宇宙状況監視、SSA ペイロードの搭載を通じた SSA 能力向上のため、協力を促進していくことで一致した。 また、四閣僚は、サイバー分野における協力を強化していくことで一致し、国際法がサイバー空間に適用されると,とともに、一定の場合には、サイバー攻撃が日米安全保障条約第5条にいう武力攻撃に当たり得ることを確認した。四閣僚は、日米同盟の抑止力、対処力を高めるため、効率的かつ効果的な 防衛力整備を進めることが重要であることを確認し、高性能な装備品の日本への導入を進めるとともに、FMS 調達の合理化をさらに進めるために協力していくことで一致した。4角僚は情報保全の重要性を確認するとともに、任務保障に必要になる防衛産業の基盤、政府ネットワーク及び重要インフラに対する脅威に留意しつつ、 一層のサプライチェーン、セキュリティの必要性につき一致した。4閣僚は、日米同盟の即応性を高めるため、相互のアセット防護、広報支援、共同 ISR といった運用面における協力をさらに進化させることで一致したと。さらに在日米軍について、4閣僚は日米同盟の抑止力を維持しつつ、沖縄をはじめとする地元の負担軽減を図る観点から、 在日米軍再編を着実に推進することで一致した。特に、四角諸は、普天間飛行場の代替施設の建設にかかる意義のある進展を歓迎しつつ、普天間飛行場の固定化を避けるために、辺野古への移設が唯一の解決策であることを改めて確認した。河野外務大臣から、こうした米軍再編を着実に実,実施しつつ、米軍の運用を地位協定をめぐる 課題について、一つ一つ前に進めることを含め、地域住民の負担を軽減していくことが重要である旨をアメリカ側に伝達した。岩屋防衛大臣からは、外来機の騒音を含め、米軍の運用が地元に与える影響が最小限となるようアメリカ側に要請した。また、両大臣から事件・事故の防止についてもアメリカ側に要請したとなっておりまして。こちら この2プラス2の中でサイバー攻撃が武力攻撃に当たると日米が確認をいたしました現在北朝鮮が日本やアメリカに対してサイバー攻撃を行っていることが確認されており以前発生した500億円規模の仮想通貨の流出事件も北朝鮮の犯行だと見られております日本政府には こういったサイバー攻撃について、現在、あちこちの省庁が別々にですね、防衛を行っておりますので、こういったサイバー空間を守るための専門組織を発足させていただき、こういったサイバー空間に対する攻撃が国民の生命、財産に直結する時代となっておりますので、 しっかりとサイバー空間を守っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。